甲子園クイーズ。筑波大附属が1946年に東京大会で優勝した時の相手、都立第一中学。こちらも実は3区の学校です。さあ現在の学校名は。答えはこちら、都立日比谷。都立日比谷高校は前身の都立第一中学時代に東京大会準優勝。まず機動力が4と少し自信がある様子ですが、隙あらば狙いということを練習試合の時から言ってますので、それが少しずつ浸透してきたかなと思いますので、最初失点にとどめるためにも基本的なアウトはまあ必ず取ろうということをやってますので、やっぱり秋の大会の最後のブロック決勝の習得の戦いです。どうでした？5対3で負けてしまったんですけど、負けて悔しいという気持ちと、あと自分たちはもっとやれるんだと、もっと上を目指したいという気持ちが芽生えました。今は結構チームとして士気はいい感じですよね。はい、夏の大会も活躍したいと思います。強豪校を倒しベスト16。やっぱり強豪校に1回勝つだけではなくて2回勝つことで、やはり注目されたいという思いからもこのベスト16の数字を出しています。野球はいつから？高校から野球を始めました。珍しいですよね、高校野球は。中学の同級生がたくさん野球をやっていたので。その高校1年の時と今と比べて野球は好きになりましたか？はい、大好きです。今までベスト16に入ったことがここ最近ではなかったので、自分たちがその結果を出してしっかりと後輩にもつなげていけるような。甲子園出場校との接戦が大きな自信に。一勝すればシード校、東亜学園が相手です。エースたちと日々の野球をするぞ。